親愛なる皆さん、故郷からこんにちは。私たちは、高次元の領域からメッセージとエネルギーを届けるために完全に集まったグループ9です。あなたは人間の姿で神聖さを体現しながら、濃密で挑戦的な世界をナビゲートしています。エンパスとして、あなたは地球とそのすべての住民の波動に深く同調しています。あなたの敏感さにより、天のエネルギーを保持することが、特に困難になることがあり、それがあなた自身のエネルギーフィールドとハートセンターに影響を与えます。バランスの回復。あなたには、次の進化のステップにおいて、果たすべき重要な役割があります。エンパスであるあなたは、他人が持つ信念体系の多くの相違に特に敏感です。それでも、あなたは本能的にそのエネルギーと調和してバランスを回復します。私たちは皆さんの課題を理解しており、皆さんが世界に与えている影響を非常に誇りに思っています。ベールのこちら側では、あなたの献身と回復力が認められ、称賛されることを知ってください。あなたは今、新世界への移行に成功しています。これから始まるこの旅を受け入れてください。あなたは自分自身のためだけでなく、集団のための道を切り開いています。あなたは、より高い振動が新たな視点と無限の可能性をもたらす現実に向かって進んでいます。あなた方の惑星に、神聖な女性的エネルギーの波をもたらしたタイムラインのクロスが最近完了し、重要なマイルストーンに到達しました。女性のエネルギーの種は植えられていますが、まだ完全には定着していません。最初に経験する不快感は、適応するにつれて成長することを示しているだけです。ハーモニーの錬金術師たち、地球内と人類の間で進行中のこうした変化は、あなたの共感的な性質を増幅させます。あなたは地上と集団の両方の変化を鋭く認識するようになります。これらの変化を処理する際には、エネルギーのバランスを維持し、内なる光が外に向かって輝き続けるようにすることが重要です。自分自身の感受性の中に閉じ込められるのではなく、つながりと癒しを育むことに集中してください。最近のタイムラインの移行は、あなた方の集合的現実に永続的な変化を刻み込みました。あなたの使命は、これらの変化に対処し、ギャップを埋め、従う準備ができている人々にサポートを拡大することです。感受性とエネルギーを管理する新しい方法を学ぶことで、困難の中でも成長し、世界的な意識の変化に貢献することができます。実際、あなたはハーモナイザーであり、可能な限りバランスをもたらし、多くの複雑さを乗り越えて展開する出来事を理解するという使命を担っています。あなたが思っている以上に、これらの新しいエネルギーの理解に近づいていることを忘れないでください。自分自身がまさに存在の錬金術師であると想像してください。変換のナビゲート。あなた方は深い変革の時代を乗り越えながら、地球での私たちの経験を再形成する高い周波数に足を踏み入れています。最近のタイムラインの変化は、消えない痕跡を残しました。過去の快適さによる抵抗やおなじみの引力にもかかわらず、それは新しいエネルギーをもたらし、それらを統合することを私たちに挑戦させています。私たちがいつも知っていることに固執したいという衝動は自然なことです。しかし、過去は急速に後退しつつあり、そのため私たちは変化にうまく対応する必要に迫られています。不確実性を克服する方法を学びながら、勇気と笑顔で不確実性を受け入れてください。全人類がこの変革の時代に突入しています。そうです。
来年は宇宙の調整とエネルギーの解放が展開されることになります。4月と11月は大きな変化をもたらし、大きな変化を意味する新しいエネルギーをもたらします。それぞれのイベントが独自の振動サインを伴って到来するため、日食や新しいエネルギートータルが明らかになります。これらの変化がもたらす独特の体験に身を委ね、宇宙の波があなたを押し寄せるようにお勧めします。これらの中には深く共感できるものもあれば、さらに挑戦的なものもあります。しかし、エネルギーの一瞬の波は、集団にとって変革をもたらすものとなるでしょう。親愛なる皆さん、今は魔法の時代です。あなた方が勇敢に体現している神秘的な遺産には、マーリン自身も驚かれるでしょう。エネルギーを定着させる。このエネルギーを定着させるのに役立つ、非常にシンプルだが、強力な呼吸法を紹介します。この実践により、蓄積されたストレスがすぐに分散され、変化した今この瞬間の状態に統合されます。親愛なる皆さん、すべてのものは今この瞬間に始まり、この瞬間に終わるということを覚えておいてください。このテクニックでは、深呼吸を3回行います。まず鼻から息を吸い、次に口から完全に吐き出します。次の呼吸では、よりゆっくりと息を吸い、吐きます。3回目の呼吸では、再びゆっくりと息を吸います。ただし、肺内の空気の半分だけを吐き出し、少しの間停止してください。立ち止まることで、今この瞬間に没頭することができます。まるで時間が止まったかのような、視界の明瞭さにさえ気づくでしょう。その後、必要に応じて残りの息を吐き続けます。自動頭脳をプログラミングする。あなた方の中には、夜中に目が覚めてしまう人もたくさんいます。そこにいるあなたは、突然目が覚めて、インスピレーションやアイデアが湧き出てきます。創造性が高まるこの瞬間、次の日は疲れてしまうのではないかと心配しながら、時計を眺めていることに気づくかもしれません。代わりに、この時間の静かな力を受け入れるようにしてください。これらの夢は、明日の集団を形作るのに役立つので、自分自身で育んでください。この神聖な時間には、特に自分語りに注意してください。クリエイターとして、自分自身に語りかけた言葉は現実として現れるからです。あなたは実際、自動脳をプログラムし、あらゆる思考や工程によって反応を形作っているのです。そしてこれには、他の人に与えるのと同じ、愛と優しさが染み込んだ最高品質の思考が必要です。親愛なる皆さん、自己愛への道は常に最も困難なものであることを私たちは理解しています。自分自身の中にある神聖な本質を認識するよりも、他人の美しさを認識する方が常に簡単です。ハートチャクラの渦、あなたのエネルギーシステムの中心には、ハートチャクラの周りにあるダイナミックなドーナツ型のエネルギー渦があります。この渦はあなたの本質を外側に放射し、あなたを生命の網に結びつけます。しかし、ストレスや混乱によりエネルギーの流れが減速する可能性があり、エネルギーを放出したり受け取ったりする能力が制限されます。極端な場合には、流れが止まったり逆転したりして、外に向かっていた愛や光が内に向きを変え、憂鬱感や不安感を引き起こす可能性があります。ストレスの一形態であるこのエネルギーを内面化すると、これまでに経験したことのない形で多くの課題が生じます。コントラストの世界では、変化の性質は、ポジティブに受け取られるかネガティブに受け取られるかにかかわらず、あなたの手にかかっています。これらの変化に対するあなたの統合と適応は、あなたの旅を形作り、あなたの周りの人々に影響を与えるでしょう。
変化の主体としての自分の役割を受け入れ、無限の可能性に自分自身を開き、模範を示してください。グローバルヒーリング。この惑星の守護者として、あなたの懸念は自然と地球規模の癒しへと引き寄せられます。戦争の傷を修復し、苦しみを軽減し、団結を促進することが皆さんの最大の願いです。これらの願望は崇高なものですが、それには集団的な努力が必要です。この規模の癒しには、ライトワーカーたちが力を合わせる必要があります。その重さは、どんな魂にとっても一人で耐えるにはあまりにも重すぎるからです。地球もまた、女性のエネルギーの高まりを再生の触媒として受け入れながら進化しています。あなたの役割は次のステップにおいて極めて重要であるため、地球上のあなたの場所は確保されています。新しい世界の可能性はすでにあなたの中にあります。あなたは明日の青写真を担う、なくてはならない存在です。私たちは永続的な影響を与える準備ができている。この極めて重要な瞬間に皆さんが到着したことを祝います。親愛なる皆さん、お帰りなさい。皆さんの存在は素晴らしいショーの始まりです。単に孤立した光の灯台としてではなく、集合的な星座として一緒に前進してください。癒しと変容への道を照らし、運命の共有を実現します。皆さんはそれぞれ生まれながらに教える精神を持っています。あなたは完璧を目指すことではなく、あなた自身の誠実さを通して他の人を導き、インスピレーションを与えます。あらゆる欠点や美しさを備えた自分の人間性を受け入れ、共有する知恵によって集団的な進化を促しましょう。この瞬間は優先順位を再評価する必要があるため、個人的な充実感と喜びに焦点を当ててください。この地上の旅の終わりには、貴重な教訓としてのあなたの経験の豊かさが明らかになるでしょう。孤独の幻想。私たちはベールの向こう側からの洞察を共有し、あなた方一人一人が相互につながり、導かれ、サポートされていることを確認するために来ています。このつながりを信頼し、関わり、それを自分の道に導きましょう。定期的な練習と内なる導きへの同調は、あなたの旅を照らし、あなたの個人的な世界を深く変えるでしょう。孤独は幻想であることを忘れないでください。私たちの存在は常にあなたのそばにあります。私たちはあなたの旅に立ち会うことができて光栄です。あなたは神の本質の縮図を体現しており、私たちはあなたの存在を祝います。私たちが交代するときは一緒に上手にプレイすることをお勧めします。あなたをつなぐ普遍的な絆を認識し、お互いを深く思いやります。あなたの光を明るく輝かせて、あなたが宇宙の構造の重要な意図であることを、心の中で認識してください。親愛なる皆さん、自分の力と光を受け入れてくれてありがとう。私たちグループオブナインは、あなたの素晴らしさに畏敬の念を抱いています。エスパボ。